はい、どうやらね、特別定額給付金は一人親世帯に支給されることがね、5万円とかで決まるそうですね。まあ、これは本当にそういうふうに公式な発表があるでしょう。ただまあ、銀行口座にお金が入るまでは歌方ですから、確定したよってことじゃないですからね。まあ、その見通しだということでございます。まあ、それに対してね、まあ、様々なご意見がありまして、私の動画にもコメントが寄せられました。多くはですね、2つの意見に分かれてます。一つはですね、なんで一人親世帯だけなんだ、ふざけるな、不公平だっていう方ですね。もう片方は、あ、とりあえず一人親世帯に支給されたんだ、よかったねと。その方たちからまずはちょっと一息つけるよねっていう意見ですよね。皆さんどちらだと思います？まあ、私はですね、やっぱりね、自分のところに仮に入らなくても誰かのところに、まあ、お金が行って、その人がね、少しでも楽になるんだったらよかったなと思うんですよ。何でもかんでも全員一律とかではないかもしれませんのでね。それは余裕のある方はちょっと待ってあげるっていうこともあると思いますし、まあ、みんな余裕がないといえば余裕がないんですけども、まあ、その中でもね、結局は誰から支給されるかっていう順番は、国民がどこに声を上げたかによると思うんですよ、大筋はね。じゃあ、まあ、なんですかね、一人親世帯に支給されました。でそれに対して不平不満だっていう方とかね、なんでそこだけなんだっていう方は、じゃあその定額給付金が支給されるまでにその運動のために何をしましたかってことなんですよ。これぐらいのことをやったのになんで自分のところには来ないんだっていうんだったら分かりますけども、ただ待ってただけでね、自分のところに支給が来なかったからといって、その時に初めてね、なんだこれはっていうのも、まあでもそういうもんだと思うんですよ。だから最も何かね、運動を起こした人のところに、まあ、ある程度ね、いつもではないですけども、そこそこの恩恵があるっていう形は大筋では民主主義なんじゃないかなと思うんですよ。あとね、一人親世帯っていうのは一回もう支給されてますんで、結構支給のスピードって早いんですよ。その上でですよ、いろんな意見があるし、不平不満だっていうか意見もあると思いますけども、もともと不平不満なんですかね、不平等なんですよ、世の中っていうのは。何をやっても誰かが不満を鳴らすんですよ。で、不公平だって言ってる方は自分が不公平を感じてるんですよね。でも不公平を感じてない人もいるんですよ。だからいろんな捉え方がありますんで、声を上げ続けるのはいいと思いますけども、ただね、お金をもらえてる人、今回は一人親世帯ですけども、一人親世帯の方に対してなんかね、肩身が狭い思いをさせるようなこととか、後ろめたいような気持ちをさせるのは国民同士ではまあなしにしましょうというのが私の思いです。いいじゃないですか、その人がまずは受け取ったんだったら。じゃあ次はね、一人親世帯の支給が完了したんで、見通しが立ったんで、次はどんな運動を起こすかってことなんですよ。じゃあ次は、年収がね、200万以下の世帯に配りましょうとか、いや今度こそ一律でいきましょうみたいなのがあってもいいと思いますし、でここでね、怒りをぶつけてもしょうがないとは思うんですよ。どうですかね、ここで一人親世帯に決まったことに対して不平不満を鳴らしてね、じゃあ平等に誰にでも払わないようにしましょうかっていうのを望んでいるのかってことですよ。で、あとはどういうふうにしたらいいのか、気が済むのかってことを、もっともっと形にして行動していかなければ、結局はね、人が人を叩いて終わりになるんですよ。で、私たちは別に敵対し合ってるわけではないですからね、よりいい社会のためにどうすればいいんでしょうかってことを考えていくのはいいことだと思うんですけども、感情的にね、誰か怒ってみたりとか、まあ私も怒った動画結構作ってますけども怒ってみたりとか、誰かね、お金によって救われた人を叩いてみたりとかね、そういうのは果たしていいんだろうかと思っちゃいますけどね。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。それではね、前回の動画をちょっとつけときますので、まだコメント返しは全然できてませんけどもね、かなりコメントついてますからねこれからゆっくりさせていただきます。まあ、とりあえずね、今回のまとめになりますけども、一人親世帯に支給が決定されて入金されたとしても、それを妬んだりね、する気持ちはまずはやめましょう。お金を受け取った方が後ろめたくなるようなことはやめましょう。よかったねでいいじゃないですか、それは。自分のところにはお金入んなかったけど、あなたのところに入ったんだね、よかったじゃないでいいじゃないですか。ね。で、その方にお金が入ることによって、その方はお金が使えるようになりますんで、少しはね、経済回ると思うんですよ。で、次はどうしようかってことなんですよ。次はまだ受け取れてない方の我々のところにも来ないかなとか思ったりね。次は一人親世帯も込みでの全員一律支給がもう一回来年度の予算で組まれたらいいなと。で、自分の思うことがあるようでしたら、まずはね、声に出すこと、そして同じような思いを持っている方を集めること、そして一緒になって働きかけることですよね。官邸にメール、麻生財務大臣の事務所に電話、菅総理の事務所に電話、こんな直接的な行動ないでしょ。
それ以上は何かいい方法思いつきますか？私は思いつかないんでこればっかりやります。あとは自分が、政治の世界に入ってね行くことですね。自分が国会議員になることです。それも私はまあない話ではないかなと思いますんでやっていきますけども、とりあえずねもっといい方法っていうのは必ずあるんですよ。だからもっといい方法を探して自分たち私たちが理想とする社会をねちょっと目指していきましょう。今日明日にはそれは実現しません。時間はかかると思います。でもそれだけの値打ちはあると思いますよ。それこそ自分の代には見れなかったかもしれない素晴らしい世の中が自分の子供の代とかね孫の代に実現するんだったら、それは大いなる意味のあることだと私は思いますけどもね。皆さんいかがお感じでしょうか。それでは動画の方をねつけておきますんでそちらの方もご覧ください。失礼します。こんにちは、速稼塾の久保です。こんばんはですね。一人親世帯に限りですけども、世帯5万円の、特別定額給付金、臨時特別定額給付、臨時給付金の再給付が確定したということでしたね。私もちょっとね、これから寝ようと思ったところだったんで、あまり長い放送はできないんですけども、まあそういうことでございます。12月の半ばぐらいには着金するということなんで、前回一度配られたものですね、これはね。まあ、ですので、それの第2弾ということなんで、まあ、全員一律ではなかったんですけども、いや一部の方だけにでも配られてよかったなと思います。それが決まったということですね。麻生財務大臣も、まあ、はっきりは言ってないんですけども、最後の詰めに入ってるっていうことを、まあ、インタビューで言われてましたんで、まあ、おそらく、これ、決まったでしょうね。臨時特別給付金年内。だから、今から2週間、遅くても3週間以内に着金するんではないかなというふうに思いますね。一人親世帯へ5万円給付ということで、場合によってはプラス3万ということなんですかね。まあ、これで終わるんではなくて、ますますね、今度は、非課税世帯とかね、まあもう、結局は、すべての国民に配られるようにというふうに、後押ししていきましょう。まあ、今日はそれだけです。支給対象者の方、本当これで一息つけると思いますけども、本当一息なんですよね。だからもっともっと抜本的にね、金額も少ないし、継続性もないし、こんなんじゃ誰も救われないし、これ多分ね、麻生さんとね、菅さんと安倍さんと3人、この三連星は結構黒いんじゃないかなと思いますよね。まあ、国民の一定の、数を殲滅してるんじゃないかなと。そういうのを希望してるんじゃないかなと思いますね。暗い話ですけども、ちょっとおかしいですね。この、今日の夕方もそうですけども、厚生労働大臣がもうすでにですね、自分の所管の、病院医療体制について、もうサジを投げてるようなね、発言があったりとかね。もう、どうなっちゃうんですよね。この混乱に乗じて、他国が国内に入ってくる、そんなね、恐怖が私にありますけどもね。いやー、とんでもない時代になりましたね、2020年。困ったもんです。じゃあ、一旦失礼します。また明日。はい、速稼塾の久保です。特別定額給付金のね、一部支給が開始されるんではないかなということで、放送をお届けしたんですけども、まあ、5000件に及ぶね、反響が早速つきまして、これまだ確定したわけではないですからね。ですんで、仮に一部の方に支給されることになっても、ぜひね、やっぱりこう、こっちの方が苦しいんだとかね、自分のことはどうなるんだとかではなくて、私の思いとしては、もう、支給され始めた、その順番がどうであれ、まあ、徐々にね、全体に行き渡るってことを、やっぱ考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。またね、そういうふうにしていただけるように、私たちも声を上げていくべきなのかなと思います。まずは、この世代の方に支給。完了したらこちらの方、こちらの方っていうふうに、まあ、なるのはね、もう仕方がないのかなというところでございます。なんせ我々には決定権がないですから。で、私が思うのは、最も、強く声を上げた方の、部分から反映されるのかなと思うんですよね。まあそうではないかもしれませんけどね。じゃあちょっとコメントを読んでいきましょう。皆さんにもね、いろんな気持ちがあると思いますからね。私もいろいろと参考にさせていただきます。はい、まずはですね、花谷アーンシテさんですね。変わったハンドルネームですね。母子だけ優遇される大家族もそれ以上だぞということですね。これはね、ごもっともなんですよ。でも大家族からやっぱり支給すると今度は母子家庭はどうなるんだって声が出ますので、結局どっからかは不満が来るんですよね。で、今度はね、全体支給になるとするじゃないですか。一律支給。そしたら、生活保護はどうなるんだみたいなことを言う人がいるんで、結局ね、なんかその、
誰に支給されても自分が損するわけじゃないっていうところに立ち返るんではなくて、なんか嫉妬心というか妬みというか国民同士の足の引っ張り合いっていうのがまた始まっちゃうのを、やっぱりね、権力を持ってる方っていうのは狙ってるのかなと思っちゃうところなんですけど、皆さんいかがでしょうか。あとはね、ルーさんですね。医療従事者の方には年内絶対必要です。旅行どころか外食もできない。家族と会うのも我慢している状態です。本当にお願いします。ということで、これ本当そうですよね。医療従事者の方、厚生労働大臣ね、自分の所管である医療従事者の方にはなんかね、慈悲はないんですかね。ひどい話ですよね。佐藤聡さん、いつもありがとうございます。古い議員らは辞めるべきですと、若い議員らは先頭を切って活躍すべきですねと書いてます。本当その通りで、これね、やっぱり選挙に勝つと、途端に公約を忘れてしまう、そういう風なね、議員さんが多いのも残念なんですけども、でもそういうのはね、私たちが選んでしまったっていうところもあります。世の中には嘘が当たり前のようにあって、詐欺が当たり前のようにありますから、言ったことではなくて、やったことに対して私たちは一票を投じるべきではないのかなと思うんですよね。佐藤さん、またありがとうございます。で、Gmail さん、やはりベーシックインカムを導入するしかないでしょう。現行の生活保護制度では、本当に必要な人、すべての人が受けられるわけではないですし、現行の生活保護制度では、受けたくても受けれない人が多いのです、ということですね。ベーシックインカムをね、やっぱり、本気で導入するべきだと思った方、ぜひ、Gmail さんのようにね、声を上げてください。ベーシックインカムを熱望しているのに、もう関わらず、運動してないとか、声を上げない人が多いと、いつまで経っても絵に描いた餅になってしまいますからね。秘書さん、20年以上前のデフレは日本だけ、その間、日本は衰退し、続け貧困層が拡大したと思う。デフレ脱却する方法を知っていながらやらない、政府政権は国民を騙しています。山本太郎さんだけが本当のこと言ってますねと。山本太郎さんだけが国を動かしてくれたらと望みます。山本太郎さんは弱者も富裕層にも悪いにはしません。私も同感でございます。秘書さん、いつもありがとうございます。山本太郎さんがね、本当あの公約素晴らしいですね。れなこさん、おはようございます。医療従事者の方が本当に気の毒です。大変な仕事なのに。私もそう思います。ですので、医療従事者の方に負担をかけないように、私たちはね、せめてね、健康でいましょう。元気でいましょう。ね、それが医療従事者の方へ、対する尊重心にもなると思います。うん。で、MM さん、こんな状況で恨まれる攻撃対象を作らないでほしい。とりあえず、一律5万円、子供に3万円したらいい。そういう意見もありましたね、そういえばね。その後、3月まで保証金と特別定額給付金、一律10万を3月までやったらいい。皆さん頑張りましょう。って、総理大臣が発言したら、みんな一致団結しますよ。うん。それはね、そうだと思いますけども、どちらかというと、国民が一致団結したら、総理が動くのかなと思うんですよね。総理が発言したから、うん、国民が一致団結するっていうのは、本当、その通り、理想なんですけども、やっぱり今はね、国民が一致しない限り、国民が妬みとかね、そねみとかね、足の引っ張り合いをしてる限り、なかなかね、権力者の方っていうのは、下々が争ってるわ、みたいな感じで通り過ぎちゃうのかなと思っちゃいますね。市長さん、一律100万円支給されたら1年近く生き延びれる人も出てくるはずですね。一律100万円支給を求めたいです。ぜひね、運動を起こしてみてください。私一人でできることって限られてるんですよ。で、皆さんいろんなアイデアを出してくださるんですけども、肝心なのはそれを実行することなんですよ。アイデアを出した方が先頭を切って実行する。これをやったらね、どんなことでも叶うと思います。よろしくお願いします。お、また市長さんですね。平時に給付金求めるわけじゃないから、緊急時に助けてもらいたいですよと。生活保護が受けたことないので分かりませんが、人から聞いた話ですが少ないみたいですねと。いつの時代の保護基準で支給しているか分かりませんが、今時安すぎますね。しかもそれをさらに少なくするなんてひどい。年金もからくりあるのか、たくさんもらえないようになっているみたいです。自公政権には騙されているとか思えないです。20年以上のデフレにもかかわらず消費税は上がる。重税で生きていくのが大変です。うん、おっしゃる通りでございます。ですんでね、これに我慢することなく、やっぱりね、打ち破っていくために私たちは行動することが大事になってきましたね。宮越さん、個人事業主1000万、もう一度お願いしたい。物が売れなくてどうにもならない。そうですね、物が売れなくてどうにもならない。うん、ここはね、まあ、自助努力ということで言えば、物を売る時代は終わったのかなっていう考えもあるんで、なんとかね、その、まあ、価値とか情報を売る時代に入ってきたのかなというところもあります。でも、やっぱりね、今の時代は、特に物が売れにくくなっちゃいましたんで、こういう感染症が流行るとね。ここは、ちょっとお助け舟を出してもらいたいですよね。そのための納税ですから。はい、ブリーズングスプリングさん。久保さんは今、時少なくなった新生日本人ですね。まともです。今は 1% もいない。おう、恐縮です。できたら、いや、ぜひともツイッターをやってください。ツイッターやってますよ。今度ね、ツイッターのアカウントを上げときます。
5月号に新しい展開が始まると思います。時間も手間もかかりません。同志の人、人物が集まり、学び合えて参考になると思います。私ね、ツイッターはね、10万人ぐらいフォロワーさんがいらっしゃるんですよ。あ、でも、一つのアカウントがメインなんですけど、そちらはね、2000人ぐらいですかね。ですんで、まあ、一定の発信力はあるんですけども、まあ、日々、ちょっとね、趣味のことしか使ってないんで、YouTube とは使い方がちょっと変わりましたね。まあでも、Twitter もしっかり使っていきますので、ご紹介お願いします。トンペイさん、いつもありがとうございます。戦後の財閥解体は結局形ばかり。表向きが向き足、きちんと隠れている財閥はまだ良いですが、どうでしょう、麻生財閥。はい、麻生さんでしょ、これ。ポリポリさん、要するに麻生やら二階やらの高齢者が邪魔です。考えが古い。はい、邪魔だと思います。早くね、追放しましょう。大隅さん、久保さん、僕も生活保護費をもらっていた時期がありますが、平均9万ぐらいですよと。はぁ、9万ですか。生活費が6万で家賃が3万ですよ。久保さんが言う通り、15万というのは東京都ではないですか。大都市は生活保護費が高い水準ですよということですね。あ、生活保護にもばらつきがあるんですね。まあ、どちらにしてもちょっとね、健康で文化的な生活を送るのに、10万とか15万ってのはちょっとね、少ないんじゃないかなと私は思いますね。やっぱり健康で文化的な暮らしっていうのは、もうちょっとね、支給金額上げてもらってもいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。秘書さん、コメントありがとうございます。9万はひどいですね。地方でも15万じゃ足りないと思います。私がちょっと無駄遣いなのかもしれませんけども。はい、運動ね、どんどん起こしていって、生活動きもどんどん上げていきましょうよ。大隅さん、久保さんおはようございます。伊吹文明さんですね。ひた隠ししますね。多分最終決定になってから表に、情報を流す形で特別定額給付金を誰に支給するかですね。僕も京都が長いものですからいろいろ情報が入ってきますが、僕の予想では国民全員に出る確率は 50% ぐらいかなって言ってますね。ゴブゴブですか。はい、川島さん、生活保護世帯も出せ、ぜひ声を上げてください。生活保護世帯に、ね、一律支給が10万以降が20万以降が私は全然妬みませんしね、むしろ出すべきだと思います。めちゃくちゃピンポイントだな、佐藤さん。ピンポイントあれ、ピンポイントですね。はい。トシさん。障害年金額も増やしてほしい。はい。ぜひね、増やしてもらってください。健康的、社会的な生活もできない。困っている国民は一人親だけではない。今、学費、給食費、無料、どこまで甘やかすのか。コロナ禍で困っている国民を救うのが政治家の仕事。仕事をやってもらいましょう。でも私たちが声を上げて行動しなければ、政治家の皆さんは気づいてくれませんので、その行動はね、すごく大事だと思います。これからも私も YouTube 通じて声を出していきます。キングドルフィンさん、国民に安心感を与える額なら、久保さんのおっしゃる通り、一律100万の給付が合理的だと思います。いや、もうほんと100万でもいいと思うんですよ。で、借金がある人は借金を返していただいて、ちょっとね、心のゆとりを持ちたい方は、それでね、贅沢をしていただいて、贅沢ってね、人生の中で何回か必要ですからね、常にしろってわけじゃないですけども、やっぱり心を解放してね、周りの人に優しくしようと思ったら、ちょっとこう、金額的なゆとりってのは、一時的であっても、私は必要だと思うんですよ。ボーナスみたいにね。ぜひ、100万円ドーンとね、やってもらいたいと思います。トシちゃん、一刻も早く決断して、ドカンと一世帯でも、100万円の生活給付金を出してほしい。ほんとそうですよね。トシちゃん、いっぱいありがとうございます。生活保護は、昭和36年頃の時給360円での計算。これはちょっと非現実的ですよね。今の、価値に換算していただいて、やっぱり30万ぐらいですかね、生活保護。で、みんな生活保護を受ければいいんじゃないですかね。私はそう思いますけどね。大隅さん、同感です。憲法では国民は豊かな生活を送って記載されるにも変わらず、ギリギリの生活しかできない金額の生活保護しかもらえないですよね、と。見直されてないんですね。今から59年前の基準はひどすぎ。政府の人たちも気の毒です。生活保護の方はもうちょっと自由にね、後ろめたくなく受け取っていただいていいと思うんですよ。だから生活保護を叩く一般国民の方もちょっとね、やめていただきたいんですよね。生活保護は権利ですから受け取っていいわけですよ。もしね、生活保護の方をもう笑ったりとかね、叩くような気持ちがあるんだったら、別に自分でも生活保護をね、ぜひ受け取ってくださいよ。そんな悪いもんではないですよ。そんな責めるばかりじゃないと思います。はい、私はそう思います。ややさん、一時給付を配る、笑って年末過ごしたいのに、政府は国民の笑い声は嫌なのかね。12月の給付金20万、来年1月から10万円を毎月配ってよ。コロナ感染者が激増で、減少するまで。はい、国のできることってのは本当にね、お金を配ることぐらいなんですよ。感染症防止に取り組むのは国民一人一人がやってますからね。
G メールさん、確かに現在の生活保護費はかなり古い時代背景しか似合ってないと思います。現在の時代背景にはあってはいないと思います。こちらの動画アップされている方、活動の方頑張ってください。 G メールさん、ありがとうございます。頑張ります。猫の道、旧ソ連じゃあるまいし、自民党内で、派閥闘争をやってるようじゃ情けないですね。アメリカは特に2回目の給付金やって景気の下支えしたのにね、と。日本政府は昔から優柔不断。その通りですよね。ボーナスがだけない会社には平均的な額のボーナスを政府が支給するという保証をつけて、会社の支援を政府が行うべき。そうなると私の会社も助かります。最初からボーナス支給制度がない会社はどうするの。まあこれは臨時給付ですよ。平均的なボーナス分を政府が会社に押し貸しのように押し付けて、社員に渡さなければ会社を潰してくるという、まずなかなかユニークですね。キーノマスカリさん、生活保護や母子家庭には最低でも特別定額給付一律で70万は保証するべき。そうですね。お茶の水さん、じゃあ静岡のお茶さん、それだけだったら助かりますね。理想ですよね、と。現実は良くて10万20万、でも10万20万じゃね、ほんとすぐなくなっちゃうんで、桁をもう一つ増やしてほしいですね。ずっとじゃなくてもいいんで、本当に1年間だけでも余裕のある1年が遅れたら、かなり生活立て直せると思うんですよ、どんな方も。じゃないですかね。マスカリさん、政府が国民をある程度コントロールしたいなら、生涯に一度きりの合憲という特別的一律も本当いつもね、笑わせていただいております。でも本当にそういう風なね、ユニークさも大事です。ありがとうございます。ゲーセン勤務さん、低所得者に給付という案があるみたいですが、低所得者の定義が年収300万らしいのですが、仮に非課税の人にと言われても、非課税判定は6月なので、今分かっている非課税の人々の、もともとの非課税の人が多くて、3月以降の減収で非課税に当たる人は少ないと予想されます。なので、不公平が出てくるのは間違いないかと思います。年収にしても調べて給付となればかなり時間かかっております。不公平は何をやっても起きるんですよ。申し訳ないですけどね。不公平は何やっても起きますし、不公平感が出てくるのは間違いないというよりも仕方がないんで、そこはもうね、目をつぶって、不公平が出るのを前提で何かね、やっていってほしいなと私は思いますよね。で、年収調べにしても時間がかかるってことでしたら、これはね、年収を調べる方法なんていくらでもあるんですよ。納税をした金額の3倍返すみたいなことで言ったら、本当、ワンアクションで済みますんでね。そこは、行政の方が工夫できると思います。まあ私たちはね、やっぱりこう、金をくれっていうだけでいいと思うんですよ。ゲーセン勤務本当に20年されてるんですか。お疲れ様でございます。私もゲーセンセンター好きなんですけどね、最近行けてないですね。まさかりさん、メッセージありがとうございます。コメント、生活保護でも60万以上は必要で収入認定されないようです。前提なら200万円の特別定額金をもらって待った方がいいかもということです。5万10万とかじゃなく一律で55万、はい、たくさんの金額でまずはね、生活に余裕を持たせていただきたいなと思います。秋尾さん、久保さんこんばんは。母子家庭の家庭の人や医療従事者には今年最低上げないといけませんよね。その通りですよね。おちゃんおちゃんもらえないよという方はもらえないかもしれないですね。私はもらえると思いながら活動してますし、仮にもらえなくてもこういうふうにね、皆さんと一緒に過ごせたことっていうのは次のアクションに生きると思います。今回もらえなくても次回のね、補正予算なり新しい新年度の予算なりに絶対はね、私はね、また食い込んでいきますからね。で、少しずつ壁に穴を開けていくってことじゃないといけないと思うんですけどもね。私はね、そう勝手にそれをやらせてもらいますんで、はい、すいません。ようさん、生活保護は地域もよると思うけど月7万前後、これをだから上げるようにしていきましょうよ。7万じゃやっぱりどうしようもなく少ないと思いますよ。だからこれでやっていくっていうふうに考えるんじゃなくて、なんとか増やしていけないかなっていうふうに協力しましょうよ。元気な吉尾さん、久保さんこんばんは。定額給付金の件とはかけ離れているかもしれませんが、国はいくら国債発行しても財政破綻しないし、ハイパーインフレも皆無だと小泉政権時代に財務省自体が言っています。2002年ですよね。財務省のホームページで今でも見れます。これもね、山本太郎さん言ってますよね。財務省外国格付けなんやらかんやらということでございます。はい、この辺をね、よく私も認識しております。いつもね、メッセージありがとうございます。大金さん、明日国会で決まる可能性も一応あり、段階的になる可能性も一応ある。はい、まだ何も決まってないんで、決まったよみたいなことをね、言ったりなんだりではないです。やっぱりどういうふうに私たちは活動していけばいいかってことをここで考えていければなと思いますよね。はい、大金さんもありがとうございます。レゴレゴさん、久保さんこんばんは。体が悪くて自分も辛いけど、母子家庭だったらもっと辛いなと思います。だって自分一人でも辛いのに子供がいたらそれだけ苦しいよなと。一律で配ってプラスアルファで弱い人にってなればいいのになと。はい、レゴさん本当にですよ。私も同じように思ってます。5万円ないよりマシだが、ないに等しい額です。最低10万から15万で2回は出してほしい。ぜひね、要求を上げていきましょう。まさかりさんもね、55万でいいですよね。大金さん、私も言ってます。
国民に最低年内30万以上、年明けに30万とかの大胆な給付金を年内100万とか普通にツイッターにコメントしたり、総理大臣官邸にもコメントしてます。素晴らしい。生活保護本当に少ないと実際聞きますから間違いない。昔とは変わっているからと書いてくれてますね。本当に全部は読めないですけど、私ね目視してますんでね、はい、緊急事態宣言なんか出たらいろんな業界ダメージになる。本当に日本は持つんでしょうか。うん、大金さん、芸能人の毒舌も限界ある。はい、そうですね。テレビ干されちゃいますしね。中丸さん、どうもありがとうございます。生活保護言ってますが、健康で文化的な生活を射めないほど苦しいです。そうでしょ、そうでしょ。辛い体調も良いので短時間の仕事をしてますが、十分な稼ぎではないので大変です。なんとか保護費を増やしてほしいです。増やすためにね、中丸さん、なんかやっていきましょうよ。ゆず屋さん、実際そうですよねと。うちは夫婦ともども患っていて保護を受けてます。働ける体調でもないのでプラスアルファも望めずに子供がお金がかかります。なんとか切り詰めて生活していますが、切り詰めないといけないっていうのは本当にね、健康で文化的じゃないと思いますよ。うん、だからここはね、国の落ち度です。最低限以下の生活がやっとで、文化的なことなんて何もできません。たまには美術館に行ってね、絵をたしなむとかね、趣味や興味はなくても音楽を聴くとかね、なんかちょっとこう新しい分野のことに耳を傾けたりとか、意識を傾けたりとかするっていうのがやっぱり健康で文化的なのかなと思いますしね。パチンコとかをやってる人はね、よく生活保護でパチンコって何やっていう人いますけども、あの生活保護費をもらって毎日パチンコはできませんからね。お金がある時だけしかできないんですよ。だからそこをね、毎日やってるかのように言う人ですね。毎日お酒飲んでるかのように言う人いますけども、全然そういうことではないですよね。だから私はね、生活保護の方がお酒を飲んだり、あのギャンブルしたりとか全然 OK だと思うんですよ。ずっとできないですからね。ずっとできてたらギャンブルって勝ってるってことなんで、それは素晴らしいと思いますよ。福本さん、そうですよね、はい、しかし絶対保護費は増えないので、保護費ではなく収入を増やす方向でいくしかない。いや、これはね、生活保護費を改善させるように働きかけていきましょうよ。諦めずに。諦めればね、もう権力者の思うつぼですからね。最低限の生活を段階的に下げていく日本、その通りです。日本が苦しむなんて絶対おかしい。こんばんは、私は生活保護と言いますが、最低限のものが出ておりません。正直苦しいです。でしょ。だから声を上げて変えていきましょうよ。諸々の需要が終わりだと思いますが、国からただでいただいているお金で苦しいなら生活生きながらだから感謝しましょう。いや、これはね、よく聞く理論ですけども、あのちょっと上げてるからいいでしょうじゃなくって、全く足りないってことを勇気を持って言わないといけないと思うんですよ。私はね、あの10万15万もらってるからって言ってありがたくそれでへいへいやっていきましょうじゃなくって、もっとよこせって言っていいと思いますよ、大胆に。まあ私は生活保護を受けるつもりはないんで余計言いますけども、生活保護じゃないと生きていけない方がいると思います。その方はね、あのやっぱりね、たまにはね、贅沢をしたりとかね、旅行に行ったり映画を見たり、友達にプレゼントしたりとか、結婚式に招待されてそこでタキシードをね新しくしたりとか、なんか別にそんなに変なことじゃないと思いますけどね。以前コメント読んでいただいたものです。川島さん、コメントした次の日から首相官邸にメール毎日、ありがとうございます。全然動いてもらえないようです。はい、全く文化できる生活とは程遠い生活してます。今夜もこれからメールしてます。ありがとうございます。はい、ということで読み終わったかな。はい、最後ね、藤本さんがあまり根詰めない方がいい、ストレス溜まりますって書いてくれてます。無理のないようにやってくださいね。はい、ということでね、皆さんのコメント読ませていただきましたけども、私がここで言いたいのは、生活保護費っていうのがね、6万とか9万とか15万、これはねちょっとね、もう時代遅れなんで、30万から35万に生活保護費を上げてもらいましょう。そうするとブラック企業で働いている方はそこを辞めてですね、生活保護にすんなりと移れるでしょう。だからブラック企業で働くのも生活保護も同じような金額とか、あとね、働いてるよりも生活保護の方が高いってなると、やっぱこう妬みとか、それからなんか、ね、対立が生まれるんですよ。そうではなくて、私たち国民はお互い力のない者同士なんですよ。いがみ合ったりとか足を引っ張り合ったりとか、マウントし合うんではなくてね、論破し合うんではなくて、やっぱり私たち国民は権力者に向かって強い者に対して立ち向かっていかないといけないんで、やっぱ団結していった方がいいと思うんですよ。だからね、そうやって足を引っ張り合う暇なんてないと思いますよ。それぞれやっぱ意見の違いとか考え方の違いはあるでしょうけども、やっぱり自分の暮らしを豊かにしたい、そしてみんなに豊かに暮らしてほしいっていうことでは多分一致してると思うんですよ、ね、生活保護の人は貧しくて当然だとかね、パチンコなんてすんじゃねえみたいな、そんな考えの人もいますけども、じゃあ生活保護の人が貧しければあなたは幸せなんですかと、あなたはどれだけ得なんですかってことですよ。関係ないでしょ。生活保護の人が贅沢してようが、あなたの贅沢とか不幸には直接は関係ないわけですよ。
で、そもそも税金で生活保護の費用が出てるわけじゃないですからね。ここが大きな間違いなんですよ。あれは全てですよ。国債ですから。私たちの税金っていうのは、それを分配して、皆さんの公共工事とか、社会保護費とかに回ってるような形ですけども、全く違いますからね。私たちは別の税金という機能を使うために税金を納めてるわけであって、多くの国民が社会生活を送ったりね、いろんな保護を受けたりとか、保険とか、介護を受けてるのは、これはね、財政出動ですから、国債ですからね。まあ、これはなかなか分かりにくいと思いますけども、なんと言いますかね、対立することなく、妬まずに、なんか国民はね、とりあえず権力者とか、お金持ちとか、成功者に対して、敵対していくわけじゃないんですけども、負けないようにね、力を合わせていきましょう。ね、力を合わせていきましょう。それしかないと思います。以上でございます。